皆さんこんにちは。今日はですね、私のチャンネルにスペシャルゲストをちょっとお呼びしておりまして、今日はちょっとその対談動画みたいな形でね、ちょっと真面目にお話を していきたいと思うんですけども、こちらの方は日本ファッションユーチューバー協会っていう、協会がありまして、そちらの会長を務めていらっしゃるクロクロさんという方でございます。本日はよろしくお願いします。お願いします。ちょっと軽く、皆さんご存知だと思うんですよね、もうすでにこういう協会があるってことは。なんですけど、一応礼儀としてというか、形式としては、そこの協会についてね、ちょっとお伺いしてから、対談の方させていただこうと思うんですけども、日本ファッションユーチューバー協会って、設立っていつぐらいなんですか？そうですね、設立の方は、9月下旬から10月にかけて、先月あたりなんですけど、まだできて間もない。結構間もない。そうですね。じゃあ結構新しい、若いですね、協会っていうことですね。ああ、なるほど、わかりました。ちなみにその協会の会員というかメンバー、構成員の方は どんな感じなんですか？そうですね、僕はもちろんなんですけど、あとは僕の家族、あと個人的に何人か友人には勧誘をしてるんですけど、なかなか彼らは首を縦に振らなくて、今のところなので僕と、家族っていう構成でやらせていただきます。はい、ありがとうございます。なるほど。活動内容、具体的に何をこうされてるんですか？普段はその協会でおいては内容におきましては、そうですね、主にですけど、ファッションユーチューバーの視察だったりだとか、はいはい、あとは、批評ですね、彼らの。なるほど、なるほど。中立的な立場から見た意見を述べるというか。意見を、そうですね。動画を見て、コメントをするっていうことですよね。はい。わかりやすく言えば。はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、今日はせっかく会長にね、お越しいただいておりますんで、いろいろですね、このファッションユーチューバー、メンズですよね、主にメンズのファッションユーチューバーに関してね、お話をお伺いしていきたいと思うんですけど、まずなんていうんですかね、ざっくりとした質問ですけども、どうですか、どう見られてるんですか、そのファッションユーチューバーたち。何人かいらっしゃいますけど、今どんどん増えてますし、このジャンル全体というか、なんとなくこう、どのように見られてるかっていうところからちょっとお聞きしたいんですけども、ファッションユーチューバー、さっきもおっしゃられたんですけど、すごい数が今多いんで、はい、今回は時間もあまりないので、はい、詰まってるんで、僕も忙しいんで。そうなんですよね。すみません、いろんな公演とか、はい、そうなんですよ。次もあと大阪行かないといけなくて、主に有名どころでいう源次くんと、はずむくん、あとは中目さんと、両松本って、4人ぐらいに絞って出していけたらなと思ってます。源次さん、トップじゃないですか、今のところ。登録者で言えばトップですし、一番そのジャンルをね、こう確立した方でもありますけども、どのようなご意見なんですか？どのように見られてるんですか、彼に対しては。正直な感想を述べますと、最近の源次君はもうダメでしょう。もうダメだと思いますよ。はい。ダメですか？はい。どういう。ペテンが混ざってるというか、織り混ぜて、ファッションプラスペテンというか、ペテンファッション系 YouTuber みたいなジャンルになりつつあるんじゃないかなと思ってて。皆さんもちょっとお気づきというか、感じているところは、少しあるんじゃないかなと思うんですけど、当初の彼の動画を遡ってみていただけたらわかると思うんですけど、2年前とかですかね、ちょうどこうファッションについて、詳しくこうコーディネートを指南したりだとか、してるのは、すごい良かったと思うんですよね。中和理論とか。そう、中和理論。大量的な。黒スキニーバシーンみたいな。っていう、あれはすごいいいなと思って、というのも、ファッションってやっぱり初心者の方からしたら、どう
着ていけばいいかというか、とっつきにくいものだと思うんですよね。まあそうですよね。まあマニュアルみたいなものないし。そうですね。ああ、確かに。なんでこう一つのさっきそのマニュアル本を指南しているというか、ジャンルとしてはすごいいいなと思ってたんですけど。はい。当初は。当初はそうですね。僕が見てたの2年前1年前とか。まあそれぐらいは。まあ良かったというか、まあ評価されてたんですか、ね、はい、僕の星 5中の 4.5 ぐらい。おお、めちゃくちゃ三つ星ですね。めちゃくちゃ、はい、高評価だった。そうですね。それがいつそのさ、なんか評価が変わったというか、なんかあるんですか。まあやっぱりとか、まあ、自社ブランドの、まあ、リドムを立ち上げたあたりからちょっとこう雲行きが怪しくなったというか。ああ、そのあたりなんですね。まあ、最初はなんかすごい、あ、低価格帯で、はいはいはい、その自分の着てるようなあのものをこうみんなにお届けできたらみたいな、あ、すごいいいなと思って、やっぱり学生が見てるのが大半だと思うんで、はい、もう安いので、しかも質がいいメイドインジャパンとかであったら、視聴者とかあの買う人もすごい喜ばしいことだと思うんですけど、なんかちょっとそれに関して見てると、ん？というかね、ちょっと動向が怪しくなってきたところが、それからちらほら見えてきて、あ、まあ、ちょっと最近に関しては、こちらの協会としての目をつぶるだけでは収まらないというか、ちょっと協会としても、はい、ちょっと目を光らす、はい、始めなければいけない監視の目を感じたんですかね。今ゴーン会長でありますね。なるほど。はい。まあ第三者委員会みたいなことですよね。そうですね。言ったら、はい、監査委員会というか。あ、そういうのもじゃあ一つの協会の活動として、あ、そうですね、批評とかさっき、あ、そう言ったんですけど、まあちょっとこう、ん、取り締まりというか、風紀委員みたいな。そうですね。なるほどなるほど。そういうところも。はい、一応一にパトロール、はい、されるっていうこと。あ、なるほど。じゃあちょっとまあ源氏さんはそのあたりで、そうですね。じゃあ次、まあ源氏さんと来たら次やっぱはずむさんかなと思うんですけど、どうですか、はずむさんに関しては。まあはずむちゃんに関してはあの我々協会の方もすごいあの我が子のようにというか目でてあの見てるんですけど。ああ、なるほどなるほど。まあ、というのも経年変化っていう自分の自己を確立して、まあそこに対してこうそこからブレずに購入品も経年変化に関するものというか、はい、でまたそれを深く掘り下げてというか、まあ多分源氏くんの次に出てきたのがはずむくんで、まあ彼もその購入品紹介とかブランド紹介を詳しくするっていうジャンルを確立したので言えば彼がパイオニアかなというか思ってて、はずむちゃんに関してはあの我々協会もあのこれからも経年変化させつつ、我々の方で手でね経年変化させて、あ、なるほど、はずむさんを経年変化させていきたいっていう、あ、そう、ちょっと誤解を招く表現かもしれないですけど、まあ そうですね、はい、なるほど、そういうような立ち位置で、はい、そうですね。ちなみにご結婚されたじゃないですか、話しておりますけど、はい、はずむさん、その件に関しては、まあ、やっぱりコメ欄でもありましたけど、まあ、ちょっと我々に関してはあの頭の上に常にハテナを浮かべて動画を見てるんですけど、どうして今なんだと、報告に関してはああそうなんです、ね、隠してくれててもいいんじゃないかと。ああ、そういう立場なんですね。はい、コメ欄でも多分いっぱいあったと思うんですけど。あ、そうですね。なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃああの中村さんですね。はい、中村さんに関してはどんな。そうですね、中村さんに関してはなんかまあちょっとあのおじゃる丸のキャラクターに似てませんかね。あの僕がこう思ってるだけなんですかね。なんかちょっとこうで、おじゃる丸、おじゃる丸、僕ちょっとおじゃる丸世代だったんで、まああのカズマくんとか見てたんですけど、おじゃる丸の、うん、あのパパ、あ、ちょっとググったら多分出てくると思うんですけど、なんかちょっと似てませんか。ちょっと僕は分かんないですか。すまん、僕はちょっと分からないですし、分かったとしてもあんまりコメントできないかもしれないですけども。そうですね。おじゃる丸に似ている、のキャラクターに似ているっていう、そうですね。評価。評価では、ね、ないんですけどね。あのちょっとあのアイスブレイクというか、中村さんに関しての紹介のアイスブレイクというかね。掴みというか、掴みは
俺らのキャラクターに似てるなっていう印象、はい、星のパパだったかな、確か星のパパ、はい、後でちょっと調べて。ああ、わかりました。まあ中目さんに関してはそうですね、まあ、なんか教会の方にあのいくつかあの匿名でリークがあったんですけど、なんかどうやらあの同じファッション YouTuber で涼高島って方、ああいらっしゃいますね、はい、いらっしゃいます、いらっしゃいます。その方とどうやらちょっといい感じというか、あのいい感じというのは関係が、まあ、でもコラボとかよくされてる印象あるんですけど、なんかそれに関してかわかんないですけど、なんかこう関係ができてるんじゃないかというか関係ができている、はい、彼らはなんかすでにこう公認の中というか、あの周知も認める、あの周りも深い中というか深い中、はい、深い、なんかちょっと愛が入ってるんじゃないかなっていう、そこにはあ、なるほど、そういうリークがあったんですよ、僕の意見じゃなくて、そうなの、匿名でこうリークがあって、まあそれはちょっとその辺のあれはどうなんですか、事実確認というか、なんかまあそうですね、もう我々は会長というか教会としては、まあリークがあって調べてみたところ、まあ、9割方断定してもいいんじゃないかなというか、まあなんかそんな感じもにも見えますし、動画内でもなんか多分9割方断定でいいと思いますね。でまあ教会からも、まあ、それに関してはまあ2人の、関係なんで、まあこう第三者が口を出すことではないというか、ああなるほど、そこはまあ自由にやってくれというか、自由にやって、はい、ラバンドピースの世界ですね。なるほど、はい、まあそんな感じですか、はい、まああとまあちょっとファッション、まあちょっと前置きはここまでにして、あのファッションの話なんですけど、まあそうですね、彼はやっぱりあの我々の若い層が求めているようなマーケットのニーズと、ちょうどこう中村さんが得意としてたニーズがこうマッチして、いい感じに穴が開いていたマーケットにこう食い込んだというか、あの現れて、まあ伸びもすごいですし、まあ、そこからもそういうふうに伺えるんじゃないかなというか、見えるんじゃないかなというか。なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、もう僕に関して、私に関して、まあ龍松本に関してはなんか執拗にこう坂井女子たにアタックを続けているというか、あの皆さんも多分見たと思うんですけど、坂井女子の企画、カラー女子の企画っていうのは、あのまあ坂井女子を作るっていうのを建前にこう裏ではこう近づきたいというかというのがあるっていうのが、まあ、こちらも匿名でリークがありまして、まあ、ちょっとご本人の方からも怖いですね。そうなんですよね、ご本人の方からもちょっとなんか龍松本君の最近は怪しいというかっていうのをいただきまして、あ、なるほど、それはちょっと違う、ご本人ってなったんだ、坂井女子ちゃんの方から、あ、はい、ちょっとそこ、僕そこともちょっとつながりがあって、あ、そこからも、はい、あのやっぱこう根を広くというか、いやネットワークが広い、恐るべしですね。そうなんですよね、あ、なんでそこに関してはちょっと僕ら、まああとは龍松本のリスナーに関してはちょっと目を光らせて、ちょっと何をやっているんだ龍松本はというか、そういう風に喝を入れながらね、あ、なるほどですね、わかりました、まあっていうのもあり、まあファッションに関しては、まあ、彼はすごい独特というか、今までになかったファッション YouTuber のジャンルを確立したと僕は思ってて、あの思想だったりだとか、こう哲学に迫るような深く、ファッションとはこういうことだっていうか、ファッション、服を着るとはこういうことなんじゃないかっていうか、一つ意見を述べる、うーん、今までのこうファッション YouTuber が情報を共有する YouTuber、 情報ファッション YouTuber だとしたら、彼は完全にもう、こう意見ファッション YouTuber というか、なるほど、述べるようなジャンルを確立されて、そこに関してはやっぱりまだまだニーズではないのかもしれないですけど、本当に刺さる人には刺さってると思うので、協会からも、はい、今注目というか急上昇というか期待していただいて、はい、取り上げさせていただいてますね。ありがとうございます。はい、わかりました。なんとなく会長の意見です。これは私の意見ではありませんので、これすいませんが、はい、会長が
あの道具紙のね情報ルートとかなんかを駆使して上での意見ですので、これ完全に私の意見ではないんで、はい、そこはちょっとあのバカが湧いても困るんで、そうですね、はい、そこはやっぱり釘付けというか釘を刺しておかないと、そうですね、いろいろ意見がある方はあの教会の方に直接行っていただいて、あの下の方に概要欄貼っていただいて、概要欄にあの教会 の、はい、あのオフィシャルのね、はい、あのサイトありますから、そちらの方にね直接あの問い合わせをお願いします。間違ってもあの両松本さんに DM とか送らない、あ本当やめてください、それは対応に多分困るというか本当にできないと思うんで、やっぱりその辺は我々に、そうです、その辺はちゃんと教会の機能として、はい、ちょっとそちらでやっていただきたい。はい、まあじゃあまあそんなところで、まあ、ファッションユーチューバーの方々はそのように見られてるということですけども、はい、なんかその教会としてちょっとなんかジャンルにこう問題意識というかこう警鐘を鳴らしたいみたいなところが、そうですね、全体ですよね、誰とか、はい、全体です、全体になんかちょっと一個あるみたいなんで、はい、問題提起というかちょっとそれをについてお願いします。まあやっぱりこうファッションユーチューバーってこう言うとみんな多分頭に思い浮かべるのは購入品紹介だったりだとか、そのブランドを紹介、あとはセレクトショップの紹介っていう、そのファッションの情報を紹介する YouTuber が9割型なので、まあ、市場においても、はい、まあ、多分そこを思い浮かべる方が多数おられると思うんですけど、僕はなんかこれに関してなんですけど、はい、購入品紹介ばかり上げるのはどうかというか、なんか僕個人的に欲しいと思ったものを買って購入してそれを動画で載せて伝えるっていうのはいいと思うんですけど、なんか最近の購入品紹介の動画を、まあどの方でもなんですけど、なんか本当にそれを欲しくて買っているのか、はたまたこうその購入品紹介っていう動画を撮りたいのを大義名分としてなんか購入品を買ってるのかっていうのがちょっとよく分からなくなってるのかなっていうのが個人的に思うところで、なんかやっぱりそれは違うんじゃないかなというか、なるほど、本来やっぱり自分が欲しくて買って、あ、やっぱりこれいいなっていうのを伝えていくのがファッション YouTuber なのかなと。シェアハピですよね。そうですね、シェアハピの世界ですね。価値観とか。ああ、なるほど。まあだから言ってしまえば、まあなんか服を買ってインスタに上げて売るとかっていうような人たちと本質的に同じような感じになってきてしまってるのではないかというか、はい、やってる場所が違うだけで本質的にやってることは変わらないことは変わらないのではないかと、それはどうなのかと、そうですね、いうのが会長の意見という、はい、あ、確かに、まあ一応私もその発信をしている側から申し上げますと、確かにその YouTuber っていう人たち、まあ、全員そうだと思うんですけど、やっぱ常にネタどうしようっていうのが頭の片隅にあって、でその上でやっぱその購入品紹介っていうのはファッション YouTube のジャンルの中では結構やっぱキラーコンテンツで、やっぱそうなんですね、やっぱなんかその頭を絞って考える必要ってあんまないわけですよ。なんとなく、まあ、買って紹介するだけなんで、そうですね、企画とかよりはもう元々出来上がった、まあ、それこそヒカキンさんとかが作り上げた ああいうコンビニのものを買ってきたっていうのをこうスライドさせたものなので、まあ、そこまで企画でアイデアをひねって出す必要もないですし、お金を払えば、まあ、比較的いいだけの企画で、うん、でなおかつ反応も非常にいいじゃないですか。やっぱり購入品ってだいたい伸びてますよ、ね、伸びてるじゃないですか。どの方も出されてる、ね、やっぱり購入品とかお買い物動画ってやっぱり伸びやすいっていうのもあって、まあ美味しいっちゃ美味しいんですよね。やっぱそうなんですね。その数っていうところを常にこう迫られてる YouTuber の人たちからすると。まあ、やっぱりコンテンツとしてはすごい、まあ、必殺技っちゃ必殺技ですし、でも必殺技が常態化してるっていうのが、あ、っていう印象は僕も、まあ、あるっちゃありますけどね。やっぱり購入品は、うん、まあ確かに
本質的に、じゃあそれがどうなのかって言われたら、うん、まあどうなんだろうなと。確かにそれはやっぱそこは問題点というか、まあ本当に欲しくてやってるんだったら別にこう疑問に思うことではないんですけど、うん、まあなんか見るからにこう過剰というか、うん、なんか多すぎるんじゃないかな、行き過ぎてるというか、なんかやっぱ昨今ファッション業界でもエシカルな流れというか、うん、レムナもいい服を買ってそれをずっと着てくれというか、はい、っていう言葉もありましたし、なるほどなるほど、そういう意識はあってもいいんじゃないかなっていう。あ、確かに、ね、まあ、正解はないかもしれないですしね。そうですね、何か具体的な解決策があるかどうかっていうとまたあれですけども、確かにやっぱりこう一言添えるだけで皆さんのこう意識の中に何かこう変革があればというか、協会としてもってことですね、はい、これから の, あのジャンルの未来を考えた時、はい、確かに確かに、なんかやっぱここ購入品だったら購入品っていうのに縛られすぎてたら、まあ、ちょっと他にも逆にこう、なるほど、手を出しづらくなってるのかなというか、ジャンルとしてってことですね、はい、購入品紹介をしなければならないというか、もうマストになってるみたいな、まあ、それは僕は違うかなと思うんで、もうちょっとなんか広がりが、ファッションのそれこそ時事ネタを取り上げるとかも一つだと思いますし、なんか意見を述べるっていうのもまああってもいいんじゃないかなっていうか、うん、まあ選択肢の一つとしては、はい、幅を広げるっていう、確かに、まあ協会としてもそうですよね、はい、あんまりこう多様性がないと、そうですね、協会としてもコンテンツばかりだと、あ、また出てきたかこいつと、あんまり良くないというか、はい、もう最近は新しい人が出てきてもあんまマークしないですね。ああ、なるほどなるほど。まあもう会長の目からすると同じような、そうなんですよね、風に映ってしまうというか、結構出てきてるんですよ、あのファッション YouTuber 新しい方、まあそうですよね、なんかまたこの感じかというか、ちょっと思うところがあったんで、この場を借りて一言、こういう風に言わせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はそんなところで、はい、わざわざお忙しいところ会長にお越しいただきましたので、そうですね、あと新幹線があと30分しかない、30分しかない、はい、大阪から、はい、あれですね、はい、大阪で講演会、はい、はい、そうなんですよ、ということで、ぜひ大阪の人に、何について話されるんですか、ちなみにこう大阪で、あ、大阪についてはなんか笑顔の大切さというか、あのスマイル、スマイル、スマイルの話、はい、なん、僕なんかスマイル協会っていうのも一任してて、だ家にニコちゃんマーク300個ぐらいあって貼ってあるんですけど、スマイル協会、はい、スマイル協会っていうのは、まあ、それは構成員はちょっと僕の友人も 3人ぐらいはいるんですけど、まあ、まだちょっとちっちゃい規模なんで、まあ、ベンチャー企業なんで、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、それでは皆さんさようなら。